なんだあのオレンジ。サブストーリーくせえな。あのオレンジは後でやろう。ちょっと一旦ストーリー進めますね。しばらく寝てる。カキ食おうぜ、カキ。いらっしゃ。割と強かったんですよね。ありがとうございました。わかる。今パンチの声聞いたんだけどさ、新しい機種にして操作慣れないのはわかる気持ちは、ね、すごくわかる。あ、入り口こっちでした。行きますか。モレノ、キリュウの兄。あの、昨日は助けていただいて本当にありがとうございました。うち、キリュウさんのファンになってしまったけん。なんだなんだ。ああ、そうだ。お前はエンジン向こう行っとるやん。まあまあまあ、ないのね。田頭だよね。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃいいんですけどね。ちょっとあの人物線なんですから。言ってやるな。一人のホステスがあれじゃ客の売りつかんです。一人なんだ。その松永、奥におります。どうぞ。お、すごい。これはヤマトか。ヤマトじゃ。そうだよね、ヤマトだ。これはヤマトだ。もうハルニャンには興味ないのかい。日本の宝じゃん。もうすぐ完成か。俺はハルニャンが大好きなんだ。そういうんで好きなんだな。俺はハルニャン大好き。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら。すごいよ、松永。松永すげえ。ゆうべはあんたの店で暴れて悪かったね、松永。わしらを助けるためでしょう。謝れる筋はないですか。気にせんでください。だけど、あんまり慣れ慣れしゅされるのは迷惑ですから。わしは、南雲の頭みとにコロコロ態度を変えられ。まあ、それが普通だと思うよ。それが普通だ。松永大輝。あ、何で言うか。どうかしたんか。夕べここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それが何じゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭。こいつら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった松添も腰銀着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。少な。キリちゃんが一人行ったら言うじゃん。ええ、それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほど。これはわしが。これでインコ詰める意味がわからないけど。なんで松永の兄貴か。だって、ゆうべ客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店や。客同士の喧嘩じゃいても、このケツはわしが持つ。キリュウさんを責めるのは、筋が違うとるか。それでも、キリュウさんは、そう。よそから来た人ですけ。片木と片木の件からね。頭下げてもらえば。そがのみっともないまでできるけ。あ？
私はの弱小ヤクザで言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。立派なヤクザだぜ。その前に一つ聞きて、なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくる。よそもには分かんねえ事情があるんですよ。ここは岩見造船の城下町ですから。岩見造船、昨夜の酔っ払いにそこの造船、岩見さっきも出てきたね。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社。さっきの女の子に頼めば、特にこの辺じゃ病院から学校から例として止めてくれそうだけど、人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっております。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会はその例外じゃねえ。いいんじゃ、キルさんが松永知らんかもしれない。いいですか。おいじゃ待て、松永一人でカッコつけんな。俺も行く。ユータ田頭、お前らキルスの店からくださいよ。え、でもこちらの方が下なのか。どうあれ不安だ。頼りない。松永の兄貴を言いつけですけ、キルさん、ここでおとなしゅうしとってくださいよ。指跳ねるなんて、そんな余計なことに首突っ込まないでくださいよ、キルさん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことは分かる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。ゆうべの喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃない。ただ殴られてただけのチンピラ下がった。じゃあどう、この野郎。どけ、急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソヤシ。言い方を選べよ、せめて。造船は傷つけたくないな。ヤマトだもんな。なんだこれ、もう一回やりたい。うお、なんだこれ。うお、これは6で初めての極めやつだ。どうしてもらうぞ。悪いと思う。待てよ、待ってくれ。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。吹っ飛ばすだけで。松永の兄貴の代わりに指でもつめんのか。陽明連合会の一言言うだけ。文句があるな、直接俺に言え。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の国土を牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃない。それが分かってんのか。わしらは太田ばっかりじゃろうが。それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥かのことだ。俺に隠してることがあるよな。何を急に。ここで恩を売ってきゃお前らの口が軽くなると思ってな。
こっちも計算づくで動いてる。ただ働きしようってんだよ。よく言うよ。あんただったら俺らから力づくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって本当によ。何なんだあの人は。認められたなこれ。そうだな、認めて。それではまずミシ。じゃあとりあえずこれだけ聞けばいいや。うまいな。さあ行くか。ありがとうございます。お、トロ落とし。これは覚えるしかないっしょ。あとは基礎能力上げておきましょう。逆だ、ごめん。すまん。松永ちゃん、やっと出てきよった。探しとったんだい。キリマスゾイか。ゆうべの金を返すぞ。こら、悪い何者なんじゃ。本町に何しに来たんじゃ。俺が用があるのはあんたじゃない。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてます。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃう。頼りねえ人数。そっくり返して。死にたくねえやつは道を開けろ。今だけ許してやる。膝のおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。人数増やせば勝てると思ってんのか。攻撃力上げたんでね、直前で。ちまちま増えよって。ほらよっと。甘い。
ねえじゃな。まあ、大したことねえぜ。弱っちいほど。吠えるの、ナス。弱いのほどよく吠えるってな。両命連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの気力か。バカだ。なんだやんのか。気力っちゅうのはあんたじゃな。両名連合会本家は高志腰水組組長の長じゃだいぶ偉い、ね、でだいぶ偉い人じゃん。そうだ、ね、広島のナンバー2ってことでいいの。これはヒルさんがやったのか。そうだ、ずっと一人だ。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがな。わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますよ。こうの踊れも桐生さんの正体を知っとったな。なるもなるもまあでも知ったところで別に悪いことするわけじゃないから。造船以外はわしらの信用にならん。じゃけどあんたがおるんじゃったらこの町もちいとは面白うなるの。それを知らないってことはこいつは小物だな。広瀬一家の始末はもうついてる。今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。舛添の小物感が半端じゃねえ。小清水の頭は何を言うとるんかの。兄貴の将軍って舛添キリュウさん、なんで来よったんですか。わしはモレドから出入り言うたはずじゃ。そこあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですから。あんた本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしくないんで。わしの指で済ますとかよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永、全部承知の上。このバカだるや、踊れよ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうか。ああ、松永の兄貴指詰めんで済んだんすか。でもそれで勘弁してもらいましたね。ああ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。しかしこれが本家からの制裁中わけですか。バカだね。松永の顔はわしが殴った。おめえかよ。はぁ、頭が何ですかね。それそれそうなの。手前こうでもせんと指だなんだと言うじゃろう。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。ローマさん、いや安心してください。君だけ松永は見た目ほど痛くないようになりまして。なんじゃ痛そうだ。よう言うわ。何も加減しとらんじゃろうが。コント何発も何発も何ピンタレか。なんじゃその態度は。このおいしいですげ。コントやってんじゃねえんだから。
これは笑うな。ちょっと待ってください。小屋分なんでいるんだ。小屋さん、え、ここにおったんですか。ここいたよ。言った。いたのかね。喧嘩を組んだんだろ。いたのかよ。東条会の四代目。東条会いたら東京のあの東条会で。そうだね、はい、そうじゃん。確かあれじゃん、道島の竜。知ってるんだ。何じゃお前、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人。知らねえのかよ。いや、そりゃ、ぶっちげつなですわ。てめえ、寝ぼけたこと言うとるんですか。すごい、決まっとる。キルの兄貴、なんで黙っとったんですか。言うほどのことでもないんじゃ、キルちゃんにとって。ねえ、よかったのに。別に語るような。足を洗ってからもう何年も。今は語る。だが、これでもう隠し事はね。俺の方に。キルさんの方。俺らの子にはまだキリュウさんが隠してることがあるって、そういう意味さ。なんだよ隠し事って。おい、何も俺にだけ教えろよ。え、ああ、うん、そう、うん、さ、今夜はもう帰る。それそれ、ハルトを迎えに来てやらねえかな。おい、南雲、なんだよ隠し事。おやっさん、これ広瀬一家のかあれだけ避けてていいのかな。両名連合会とかはいいのかな。これだと孤立した組になっちゃうな。いいのかな。その辺よくわからないけど。